来てるそれ絶対やるのそれ絶対やるんだいやいや、ユダ様ダメだってダメです今回は、うん、まあ、さっきもあのアメジストの時に、うん、ちょっとやろうかなと言ってたスフェンです。スフェン、うん、これも、もう他サイトで、ご紹介しているスフェンゼミのスフェンゼミスフェンなんですけど、うん、まあ、あえて今回ちょっと夜の撮影でどう見えるかとか、うん、キラキラ感がやっぱり夜の方が増すので、なるほど、これで改めてご紹介し直そうかなと思って、やってみます。今これ部屋の明かりでだけで見ていただいてる、うん、まあ、本当に肉眼で見たまんまの、うん、色合いとかきらめきなんですけど、うん、まあ、これをスフェンならではの楽しみといえば、当てる場所によって見え方が変わってくるのであるんですけど、まあ、とにかくキラキラがすごいよというのをお伝えしたくて、なかなか万引きはね、そうそう、実際の実際のでキレイに思ってもらえれば、でも金属じゃないからね、これが、こんな画面で見るもので、まあ、これがスフェンの宿命なんだけども、画面ではもう本当にこの感動は伝えられないんですよね。確かに肉眼の方が、そこら辺でちょっと赤いのが出るけどね。ピントが合っちゃうとね、意外とそう、インボケぐらいが良かったです。肉眼が一番美しい、うん、難しいですね、入れてからしたら、うん、いいですけど、あ、だけど今アップされてる動画よりは綺麗な全体をお見せできてるかなと思うんですけど、でも結構本になってるなと思う。なるほど、相当数の数編っていうのを撮影したり出品したりしてきましたけど、一度たりとも完璧と思えるものはないですね。そうなんだ、まあ、一つだけ言い切れるのは、どれも写真以上に美しい。11キャラ大粒ですから、またお時間があれば動画を見ていただければなと撮り直してみました。じゃあ終わりの、終わりのあれは何でしたっけ？終わりはメイ。終わりはレイで、メイ。握手してるの写真とかはあります。ああいうのがなんかこう使ってもらいたいな、俺もいや、うるさいな結構こう考えが出てきた時に横やり入れられるっと台本なしでやってるから、もう何言おうとしてたかなとか忘れちゃうんだよねそれがいい、ね、